マイカ・キラカー・アイフエは、アメリカ合衆国ハワイ州出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。日本プロ野球での登録名は、キラ。2001年、ハワイ州高校選抜チームの一員として、来日している。当主、内野手として、日米新前高校野球大会に出場した。2002年6月4日に、ドラフト15巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名を受け、 6月24日に選手契約を結んだ。2002年はガルフコーストリーグの GCL ロイヤルズに所属。43試合に出場し、打率259.3本類が21打点という成績を残した。2003年はバーリントンビーズに昇格した。そこでは114試合に出場して、打率こそ238と低かったものの、 11本塁打を放ち、63打点をマークした。2004年も引き続きビーズでプレー。2003年よりわずかに出場試合数が増え、125試合に出場した。また、打率もわずかながら上昇したが、それでも、246と2年連続で250以下の打率に終わった。一方で15本塁打を放ち、62打点をマークした。 2005年はハイデザートマーベリックスに所属し132試合に出場。打率304.20本塁が90打点という好成績を残した。また97三振に対して同数の97支球を選び出塁率は428という高い数字を残した。2006年はウィチタラングラーズでプレーして103試合に出場。 しかし、103試合で65本しかヒットを放てず、打率。199.6本類が45打点という、低調な成績に終わった。2007年は、ウィルミントンブルーロックスで60試合に出場。2006年と比べると復調し、打率。251.9本類が42打点という、成績をマーク。シーズン途中で、ラングラーズに最昇格し、 70試合で打率こそ246だったが12本類打40打点という成績を残し2005年に20本類打を記録して以来2年ぶりの20本類打を記録した2008年はノースウェストアーカンサスナチュラルズで91試合に出場打率314.26本類打79打点と2007年までとは 比べ物にならないペースで打ちまくった。また、91試合で80式を選んだのに対して、喫した三振は41個。そのため、出塁率は、463という高い数字だった。その後、好調の影響で、オマハロイ・アルズに昇格したが、ここでも勢いは衰えず、十三試合の出場で、打率、十六点一一本塁が十一打点という、 成績を残した。結局2008年は AA 級とトリプル a 級の2チームで計124試合に出場し、打率。314.37本塁が100打点というハイレベルな成績を記録した。そして9月のロースター拡大に伴ってメジャーリーグに昇格。9月4日にメジャーデビューを果たした。メジャーリーグでは12試合に出場しただけだったが、打率。 286という数字を記録し、メジャー賞各1年目で本類だも放った。オークランドアスレチックス時代2009年はメジャーでの出場はなかったものの、2010年にはメジャーで8本類だ。2011年はエリック・ホズマーの台頭もあり、控えに回された。9月21日にリーフになる。2011年9月27日に オークランドアスレチックスへトレードされた。2012年6月6日にリーフになる。2012年11月21日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。2013年は 3A で53試合に出場し、打率313、16本塁打、50打点の成績を残した。2013年6月11日、契約合意したことが、 球団から発表された。キラの入団により、広島は外国人選手が7人という異例の事態となった。背番号は13に決まった。登録名はキラだが、ユニフォームには、名字のカイフエが書かれている。入団後しばらくは2軍生活だったが、7月9日に1軍昇格し、同日の DNA 戦で5番1塁でスタメン出場し、 第3打席で来日第1号本塁打を放つ。翌10日には3番1塁でスタメン出場し、第1打席で2試合連続となる本塁打を放ち、さらに翌日11日の試合では2本の本塁打を放つなど、この DNA との3連戦だけで10打数5安打、4本塁打、10打点、打率。500という驚異的な成績を残した。 後半戦から一軍のクリーンアップに定着した当シーズンは途中加入ながら14本塁打45打点をマークする活躍を見せカーアップとしては16年ぶりの A クラス入りに大きく貢献した2014年は同じくスケットのブラッドイルドレッドと共に打線の軸として期待され開幕からまずまずの結果を出しオールスターゲームにも初めて出場したしかし シーズン中盤から故障などもあって成績が徐々に下降し、さらに不勝離脱の間に一軍で活躍したライネル、ロサリオの台頭によって外国人枠から弾き出され、後半戦は大きく出場機会を減らした。最終的には88試合の出場で打百257、本類打11本、40打点と1シーズン在籍しながら打撃成績をのきなみ、昨年より落とした。 12月2日、自由契約公示された。2015年1月18日に、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。スプリング・トレーニングには、招待選手として出場したが、5月24日に、解雇となる。6月18日に、マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結ぶ。2017年、ハワイにあるヘンリー・ J カイザーハイスクール野球部の、コーチに就任し、 2020年まで勤めた。2021年には、ハワイ大学野球部のコーチに就任した。マイナーリーグ時代には12シーズン中、2桁本塁打を10度、うち20本塁打以上を4度記録しているパワーが持ち味。また、選球眼に優れており、マイナーリーグでは、通算871三振に対して812四球を記録し、通算打率、268ながら、 通算出類率391という高い数字を残している。NPB でも2013年は打率259だが出類率362で1割以上高かった。弟のカラカー・イフエは元マイナーリーガーで父親も元マイナーリーガーである。応援歌の原曲はハワイ民謡のタフワフワイ。NPBNPB その他の記録。 ありがとうございます。